プソイドエフェドリンは内服用の鼻詰まり薬として広く用いられてきた医薬品である。塩酸塩または硫酸塩の形で用いられる。アメリカでは塩酸塩はサダフェドの商品名で一般用医薬品として薬局にて入手可能である。プソイドエフェドリンはエフェドリンのマイナスジアステレオーマーの国際一般名であり、ヒクプソイドエフェドリン。 ディープソイドエフェンドリンとも呼ばれる。日本でも乱用の恐れのある医薬品の成分として含有される一般医薬品の販売が原則で一人一箱に制限されている。日本では鼻炎薬として多くの市販薬に配合され、風邪薬に配合されていることもある。2000年代以前、鼻炎用内服薬としてはフェニルプロパノールアミンが一般的に汎用されていたが、パは。 脳卒中の発生リスクが報告されたため、日本では2003年に、厚生労働省によって、パの代替として、プソイドエフェドリンへの速やかな切り替えが勧告された。プソイドエフェドリンは覚醒剤の原料となる。アメリカ国内での覚醒剤合成には、プソイドエフェドリンを原料とするものがほとんどである。また、プソイドエフェドリン自体に覚醒作用があるため、 フェニレフリン内服に転換する動きが広がっている。アメリカ国内では、処方箋の必要がない OTC であるにもかかわらず、薬剤師や従業員の管理下に置かれている場合が多い。カリフォルニア州法では一度の購入は2箱までに規制されている。日本でも2014年6月より、薬事法の改正によって、乱用の恐れのある医薬品の成分として、含有される。 一般薬の販売が一人一箱に制限されているエフェドリンの構造ありがとうございます。